3! 地獄やったね。ひどかったよ、うん、昨日実は昨日日曜日丸一日かけて行ってきました。後ろが勝手に開いたよ。そういう奇跡って起きると幽霊今完全に勝手に開いたよ。ほら、ハルくんあっちおる。本当ね、幽霊やろ。で、また2グループに分かれて、宗男徳ちゃん組と俺、キム、ハタ、ユーピーまで6人総動員して行きました。で俺ら朝4時ぐらいに家出て3時間ぐらいかけて遠征して、宗男君たちもまあまあ遠いとこ行ったんだっけ。そうね、1時間半ぐらい、うん、で丸一日粘って、俺らとかね、地元のめっちゃうまいスペシャリストに案内してもらってね、いっぱい良さそうな、もう見るからに釣れそうな場所を案内してもらったのに、一匹も釣れなかった。うちもね、徳ちゃんがね、プライド捨ててね、人に場所聞いてくれたんだ。あ、嘘。俺場所聞くの嫌なんですよって言いながら、へー、いい場所聞いてくれたの。地元のスペシャリストにね、こっちも聞いたんだ。聞いて連れてってもらって、ここで釣れなかったことはないって言われて、初めての坊主。やば、なんやろうね。しかもさ、気温上がってさ、しかも予報では雨だったけど、ちょっと降ったり降らなかったりぐらいの超低気圧やろ、絶対。うん、でもしっかり降ってくれた方がまだ、ね、ああ、よかったのかもね、こんな日あるのかっていう。まあ今日は無理やろうねみたいな日で坊主とか何回もあるけど、今日行けるやろ、今日行けるやろっていう日で、しかも丸一日薄暗い時間から薄暗い時間までやって、まあ、一応連れてはいるんだけど、まあ、地獄の僕らの一日をご覧くださいって感じだね。あ、そうだね、うん、ってことで、はい、VTR スタート。はい、到着しました。今回も案内もっと寄ってなんだこの絵面、うん、なんでなんかさ、日曜日の朝っぱらから土手に並んどってやろうかって思ってアホやなかってことで、今日案内してくれる、久志くんと、はい、相撲部のゆうやくんです。よろしく。いろいろ違う、いろいろ違う、全部違う全部違うじゃあ頑張ろうか。はい、まあ、俺ね、ここ7回ぐらい来たけど1回も釣れてない。いや、めっちゃ50ワップ釣れるらしいね。最近やばいっすね。最近やばい、はい、もうシャシャッとやろうか。シャシャッとやろうか、とりあえず準備しよう。よし、ここめっちゃ期待できるところやけんね。やりましょう。なんかね、ここね、50アップがバコバコ釣れるところらしい、はい、50アップが、50アップでね、俺前回ね、はい、雨の日、ちゃんと来た時、宗男君と来た時か、はい、宗男君と実は来たさ、はい、ここ家から3時間かけて、はい、結構ずっとうねうねしてるですね。投げてみようか、はい、いるんじゃないですか、もう。いたマジですか、いるんすか、来るんすか。うわ、おお、おやった、来いマジっすか？この間ね、はい、あそこの杭でかかった。杭のところにいるんですか？ついてるんですか？めっちゃでかかった。マジっすか？はい、ずっと行きたいね、安心して行きたいね。久志くん、どこで釣った50アップ。ゆうやくんも同じから釣ったの。え、マジで？そこどこ？バンドみたいなとこの、うん、一番奥の先っちょ。あ、嘘。一番奥の先っちょ。ここだね。なんで釣った？これですね、ネコリグで。ネコリグ。
グリコね。根こそぎリグで釣りました。グリコね。根こそぎリグで釣った。一斉のグリコね。いっちゃいます。これは D スタイルのグリコね。トルキーストレート。トルキーストレート。トルキー。おっきた。うっそー。何回か見たことあるこれ。何回か見たことある。何投げてんすかそれ。ゼリー。すごい。大物やろ。昨日大物やろ。あんた、はい、さっきね、キムがね、はい、キムから聞いたけどね、はい、UP がバスいたバスいたでかいバスいたって言ってね、はい、見に行ったらしか、はい、ジュポジュポ言った。バスがジュポジュポ言うわけだ。釣ったんでしょ。いや、一匹ですね。でも、久しぶりに来たんですよ。いや、昨日も。よし、昨日使うでしょ。昨日一緒に履いて。ブリッツ。春はね、うん、赤色が効くんですよ。もうこれ昔からの定番。マジで？うん。春は赤色。春は赤色。ヨーヨー白くなりゆく山際。見よって、あのサッカーボールに当てる気。そこ、あそこあったサッカーボール。ナイスキャス。今日はキムの邪魔をします。そうです、すごく楽しみです。それだけはやめてください。邪魔だけはワクワクしてます。別に生きてるだけで邪魔なのに。では早速行ってみたいと思います。さあ4カ所目着きましたよ。もう朝4時からやってるからさ、ボリボリやったんですけどね。まだ10時やけどさ、めっちゃきつい。チムリはデイムショット。デイムショットでもよさそう。なかなか体力の限界来てる、ね、もう完全体力の限界よね。そうそうそう、これが一番ね、突破だね。UP のキャストバ見せてやって。 UP あそこの岩に入れようぜ。あそこの岩見せてやって、キャスト。そこの岩ってどうだ。どうやったらそんなことが起きると。すごい現象来たね。ほら、あ、オープンねえ取り方するな。あそこの分かったろ。タイミング抜群やったろ。あそこ、あそこ、あそこ、その岩や、あの岩、うん、ここ、うん、さあ、はい、2箇所目、はい、です。結構バサ多いっすね、ここ。バサ多いっすね、はい。やっていきますか。やっていきましょう。久しぶりにマジでしんどいっす。当たった、当たったけど、これギル？バス？おいしょ、バス！いや、ギルっぽいぞ。でも、あ、バスか、バスか、バスか。やったやった。お、危ない危ない。わ、どっちから取り込む。わー、やばい、これ向こうに走れ走れ走れ、やばいやばいやばい、走れ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 。あ、挟まってる挟まってる挟まってる。おー、出てきたっすか。いや、挟まってます。ラインが挟まってちょっ、お、出た出た出たか出たか。いや、挟まってる。使ってくれてありがとう、徳ちゃん。いやいや、はい、どうぞ。あー、あざっす。よかった。とりあえず、ちっちゃいけど。ちっちゃい。入れるほど、水温かくない。冷たいですか。キンキン。おめでとうございます。いや、やばか、釣れた。やばい。本気腹筋したらガッツガッツ。おー、取れた。あざまあざますあざますあざます。一日結構頑張ったっすね。頑張っての一本。
嬉しい今の小感想はあ、これは本当に嬉しいっすよ。だって朝も何時やったっすかね、出たの6時半起きて7時には出て今もう6時ですね。ああですね、映るから、やっと11時間ぶりのバス11時間ぶりじゃないや、11時間頑張ってのバスいやーよかった、ありがたい一匹、ありがとう、イエスイエス